ラピスタ新橋は東京都港区新橋にある会員制、競輪場外車券売り場及びオートレース場外車券売り場である。競輪場外車券売り場としては初の会員制として開設され、入場には身分証明書の提示による登録が必要だが、提示する証明書によっては登録手続き直後の館内入場も可能となっている。また2011年により、 サテライト大阪の会員証所,所持者は無料で入場できる。利用するためには登録時に手数料2000円及び入会時の身分証提示が必要で、会員の一般席入場は無料だが、一部フロアの入場と使用が制限される。ただし、8階と11階の特別フロアのみ、特別競輪開催時以外で空席がある場合、一席1日3000円で利用できる。 特別会員は登録手数料に加え、施設使用料3万円も必要となるが、全フロア入場可能となり、特別フロアの利用と事前予約もできる。現在は、川崎競輪場及び京王角競輪場で行われるほぼすべての開催と、その他の場で行われるすべての特別競輪及び、記念競輪や一部の場のファイファイナイター競輪などが発売されている。 また2017年6月23日より、前売りによる、ミッドナイト経輪の発売も実施されている。2012年12月7日より、日本トーター運営の、ギャンブルベッドターミナルが設置され、ギャンブルベッドを介して K、K ドリームス発売の主芸活化景色車権の、現金投票が行えるようになっている。 2013年12月27日より施設内にラピスタ新橋オートレース場外発売所が設置され、川口オートレース場を中心としたオートレースの車検も購入できるようになった。なおオートレースの車検は6回でほぼ毎日発売されるが、他客時の臨時発売では2階と8階でも発売する予定。100円単位。かつては最低購入金額合計1000円。 以上だったが、現在は100円から購入可能。また9階11階は1.2円以上で、合計1000円以上であったが、2011年10月7日以降は、全フロア100円単位で購入可能となる。ありがとうございます。